悪魔の実知ってますよね。能力にも明らかに上下関係がある実が存在するんですよ。発表していくお時間でございます。沈めることもできるし、宇宙規模でコントロールしてるもんね。エグすぎるよ。エグすぎますよね。どうも、小雪です。はい、トメです。おー、そのなんかあいーって言う時の WCI みたいな、何が違うの？ノリ。皆さん、はい、人生楽しんでますか？何言われたくなる。皆様ですね、昔ガラケー持ってましたかね。懐かしいね。もうガラケー持ってたくさん。たくさん持ってたんですか？たくさん持ってる。何ですか、飛ばしの携帯とかあったんですか？飛ばしって みんな分かんねえ、飛ばしって。J4 の時から使ってるからね。そう、で今みんなガラケー使ってますからね、まだ9割の人多分ね、スマホに変えたと思うんですよ。この iPhone とか Android とかでね。これって携帯の上位互換じゃないですか。ああ、なるほどね。そう、うん、電話という機能からできることが増えたもんね。そうだって、もう今やゲーム機にもなるし、写真とか写真もめちゃくちゃ、なんか本当のないデジカメのように撮れるし。ああ、確かにね。もうできることめっちゃ増えたじゃないですか、うんうんうん、じゃあもう完全に上位互換だなみたいな。あ、確かに。ワンピースの世界にもたくさんの上位互換ってありますよ、ね、あ、そこに無理やり持ってくるために言ったんだよ。あ、そう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 。というわけで今日はワンピース悪魔の実上位互換まとめはい、というわけでですね、皆さん、はい、悪魔の実知ってますよね。知ってるね。うん、わかるわかるわかる。その中で悪魔の実ね、多数あるんですけどね。その悪魔の実の中でも悪魔の実って能力バラバラなんですけど、その能力にも明らかに上下関係がある実が存在するんですよ。メラメラの実に対してマクマクの実みたいな。そう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 。まあ、それをね、小田先生もなんと79回で公言してるんですよ。おう、そういうのを発表していくお時間でございます。あ、でもこれみんな知りたい人多いんじゃない？そう、疑惑のやつももちろん話していきます。あくまでも東亜君基準やね、これはね。そうなんです、うん、はい。まあ、というわけでね、まずね、この小田先生の言葉から紹介させていただこうと思うんですけど、はい、ドレスローザ編のドフラミンゴ側の幹部たちの能力って、うん、トントンキロキロ、ベタベタドルドル、ブキブキスパスパ、バンバンボンボム、バロックワークス幹部たちの能力の上位種ですかっていう質問があったんですね。今日なんかポケモン言えるかなみたいなこと言いやすいかな。ポケモン、うん、言えるかな。はい、というわけで、その対する小田先生の答えが、はい、上位種は確かに存在しますが、今のところこの4つくらいですって言ってるんですよ。うん、で、まあ、その他にも同種のやつはあると思うけど、それは疑わしいだけで、キャラの強さとかには関係ないよみたいなことを言ってるんですね。なるほど。79回の時点で今から発表する4つだけなんですよ。じゃあとりあえずその先にその4つ発表しますね。お願いします。はい、まず1個目は、まあ、今コエッキーさんが言ったよりも一番有名でしょう、マグマグの実がメラメラより強い。これはね、赤犬さんもね、わしと貴様の能力では完全に上下関係があるって言っとったんでね、うん、ちょっと納得はできなくても、まあでも仕方ないかと。実際やられちゃったしね。あ、まあ貫かれたし ね、うん、ね、木を焼き尽くすマグマということですわ。なるほどね。これはもう本当小田先生も認めてるんで、まあ、だからね、サボとスモーカーが協力した赤いの倒してほしいですね。スモーカー裏切れ海軍を。はい、というわけでですね、続きまして、冷え冷えの実、雪雪の実、冷え冷えがね、圧倒的に上位互換ですね。なるほど、クザンとモネか。そう、クザンとモネ、だからクザンの方が明らかに強いですよと。なるほどね。まあ、それはね、キャラ見ても分かりますけど、うんうん、モネって雪なんですよ、操れるのはあくまで、うんうんうん、クザンはもう氷なんで、海凍らせれるんですよ。確かにね、天気でも雪降ってくるのと、氷降ってくるのと違うからね。そう、ダメージが。で、雪ぐらいで止めることもクザンはできるんですよ。だって雪は氷の中に含まれてるんで、ってできるじゃないですか。まあ、残念なことにモネではかき氷は作れないけど、クザンは作れる。いや、なんでそのかき氷なの。暑いんでね、かき氷作れるか作れないか大事でしょ。どうでもいいけど、なんかマンゴーのかき氷食いたかった今。わかりますわ。ちょっと台湾行きたいわ。台湾行きましょうか。うん、まーす。いきまーす。なやこのノリは。はい、続きましてね、トントンの実とキロキロの実。うん、これ有名だよね。まあ、これだってわかりやすいじゃないですか。トントンの実ってあのマッハバイスってもう誰も覚えてないドフラミンゴ。いや、覚えてる。覚えてる。覚えてるよ。自分の体重を1トンから、まあ、おそらく上位は1万トンか1000トンぐらいまでできるやつがおるんですよ。トラックみたいなやつですよね。トラックみたいな能力と対するはミスゴールデンウィークの自分の体重1キロから、うん、1万キロまで変えれる能力者がおるんですよ。ダイエットしなくていいっていう羨ましいね、能力でございますね。いや、バレンタインはそんな可愛いから。そう、でも騙されてますよ、あれ。多分だらしないもんなんですよ。ダイエットせんでいいから無限に食ってるよ、こいつ多分。いや、だらしないってなんやねん。可愛いからいいやん。いやいやいや、騙されてる。好きなんや。でちなみにですね、これ単純に能力は1万トンまでいけるとしましょう、うん、そしたらミスゴールデンウィークに対してマッハバイスって1000倍の重さが出るんですね。ゴールデンウィーク、バレンタインじゃんかな。バレンタイン
ビスゴールデンウィークスよ、多分。はい、というわけでね、めっちゃ差がございました。はい、で続きましてね、ブキブキの実とスパスパの実、ベビーファイブとミスターワンですね。基礎戦闘力ってどっちが上なんだろう。基礎戦闘力どっちが上かは分かんないんですけど、これブキブキのベビーファイブってね、まあ今は麦わら大戦隊に来ましたが、何でも武器出せるんですよ。そう、だから刃物ももちろん出せる。ところがミスターワンは刃しか出せないんですよ。刃物しか使えない。そう、まあだから明らかに下位っていうことを言われてますね。まあこれね、SBS でも指摘されてましたけど、フラミンゴファミリーとバラックワークスは非常に能力のね、この上下関係がございましたね。公式の中でも2つ認められてるんでね、この4つだけが完全に言われてるやつなんですよ。じゃあここから先は東野くんの予想。予想、はい、まあ、予想なんですけど、まあほぼほぼ確定なやつもあります。でまずはね、もちもちの実、ゴムゴムの実より優れてる。あー、肩こりとルフィ。そう、だって肩こりも言うてましたやん。能力的にもお前にできて俺にできないことはない。まあ強いて言うなら雷向こうじゃないことっすね。あー確かにな。うん、まあでもね、エネル肩こり対して高くてもね、肩こり勝つでしょ、うん、エネルもこの間に実力つけてるか分かんないから。いやでもエネルごときじゃ肩こり倒してほしくない。慢心してるし、あいつ負けろ負けろ。何やそれ。であとね、肩こりって腕をこうやって伸ばしてパーンってパワー作るわけじゃなくて、持ちの感じでパワー調整するじゃないですか。ルフィは一旦引いてパーンってやってパワー作るじゃないですか。だから男性エネルギーが出ないです、肩こりの場合。なるほどね。そう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 、威力的には変わんないと思うんですけどね。まあ似てるもんな、能力的には。そうだから、まあ普通に戦うにおいては上位互換って言えるんじゃないかな。なるほどね、まあ雷向こうだけっすね、惜しくは。絶縁体か。はい、続きましてゴムゴムの実はバネバネよりすごい。これベラミンさん、もしかしてベラミンさん。だから上位互換って今回はこうこうこうもあるんだ。そう、これとこれじゃなくてこうこうこうもあるね。そう、だからバレバレなんかもうカスのカスみたいな、キトカゲとリザードみたいなね。えらい違うよ。いやえらいちゃうよ、進化がえらい違う。そう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 。なるほど。バレバレはだってね、ルフィ跳ねてるし、ゴムゴムの実が本当に覚醒したら、うん、周りにも影響を与えてゴムにできたら、うん、トランポリンみたいな感じになるとしたら、うん、バレバレをはるかに上回るよね。全然意味ない。ベラミンかわしたやん。だから染色師なんて正解よ、あいつは。海賊じゃ無理やで。転職して海賊界出るもんね。そうそう、新世界にあいつは厳しいわ。はい、というわけでですね、ガスガスの実がモクモクの実より強い。スモヤンとシーズは、そう、まあどっちもね、煙じゃないですか。ガスはガスなんで毒ガスも作れたりとか、空気の量調整できたりとか、スモヤンにはできないことたくさんできるんですね。スモヤンは煙幕にしか使えませんけど、シーザーはそれ自体が攻撃になるっていう。煙幕って煙幕芸人じゃないんだあの人は。三大煙幕芸人でしょ。スモーカー、ライゾー、ヒグマ。最後は特に違うやろな。どういうチャンス。煙幕使ってシャンクスの目をくらまされるんでね、あれは相当レベル高い煙幕ですよ。新世界でも通用すると思う、あの煙幕は。四皇の目をくらませましたからね。ちゃうね、あの煙幕はね。スモヤはね、煙で相手を捉えたりとかさ、覇気を持って攻撃したりとかできてるから。まあでもシーザーもできるよ、それ多分。だってあいつ修行してないやん、覇気と。覇気修行したらあいつもできるよ、スモーカーでできることは。で続きまして、ドロドロの実がペロペロの実より強い。まあこれ多分普通に能力者同士が戦ったらミスタースリーは負けると思うんですよ、ペロスペローに。負けると思うんですけど、能力だけで見たらドロドロの方が強いんちゃうかなって。まず共通点は2人とも固めれるんですね、相手を。ローでも雨でも、で自在に形変えてなんか建物とかも作れるじゃないですか、うん、これ両方の共通点なんですよ、うんうん、相手の息を止めて殺すこともできるじゃないですか、うんうんうん、自分の手を下さずに相手を殺せるっていうのが共通点。あと2人とも赤いのエースには絶対に勝てない、溶けるからね。そうっていうのも共通点じゃないですか。コードなんですけど、ドロドロって最初から鉄のコードを誇ってるんですね。そうだから最初苦戦したじゃないですか、めちゃくちゃルフィたちって、うんうん、ペロペロの実は飴に鉄を混ぜないと鉄のコードなんないんですよ。この点でドロドロの方が優秀やって。コードの差、コードの差だけです。できること大体一緒なんで。なるほどね、っていう感じでございますね。はい、続きましてボニーの実とモドモドの実が上位ガンになる。あー、同じく年齢を操る感じ。そう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 。でモドモドってのは相手に触れたら12年戻せるんですよ。アインのやつやろ、イルマゼットの。そう、うん、でもボニーは多分一回触れるときの相手を好きな年齢に変えれるんですよ。あー、そうだよね。そう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 、うん、それぐらいなんか強いなっていう感じ。まだ正体が明らかになってないから、あんまり、うん、なんとも言えないけど、今のところそんな感じだよ、まあ、そんな雰囲気ありますよね、うん、しかも若返らせたじゃなくてジジイババアにもできるんで、そういうのに結構強いなっていう。はい、じゃ続きまして、ズシズシの実がふわふわの実より強い。ふわふわの実って、うんうん、まあ、自分とその他のもの無機物を浮かせれるんですよ。でズシズシの実ってのは重力を操れるんで、まあ、基本的に人は多分直接動かせないんですけど、うんうん、まあ何でも浮かせれるんですよ、うんうん、
で、ふわふわの実は決定的な弱点があって、サイクロンに弱い。サイクロンに会うことあんまないからね。普通はね。でもほら、ドラゴンがもし風風の実の能力者やったら、一生勝てないじゃないですか。相性が悪いよね、それは、ね。そう。でも、ずしずしの実だったら、はい、隕石降らせまーすとか言って、ある程度の能力者も対処できるし。なるほどね。そう。圧倒的に強いっすよね。物を浮かすだけだもんね。そう。ふわふわは。そう。ずしずしは、重力自体をコントロールそう。だから沈めることもできるし。沈めるって言っても、多分、ふわふわも軍艦とか動かしてバーってやってたから、はい、できるんやけど、ずしずしは宇宙規模で、そう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 、コントロールしてもんね。隕石巻き込めるんでね。そう。なかなかとんでもない能力ですよ。とんでもないね。改めて思うと、ね、ドラゴンボールでやってたみたいな修行もできますしね。重力かけて強くなるぜみたいな。フジトラが中心になって、お前ら修行するんじゃ。じゃあまずは 5G からじゃみたいな。そういう修行の場面がね、描かれると思います、今後。はい、じゃあ続きましてですね、犬犬の実モデル9尾の狐、マネマネの実より強い。なるほどな。そう、まあ、これマネマネの実って、まあ、ボンクレーを思い浮かべてほしいんですけど、うん、まあ、こうやって顔だけがポン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 も変わっていくんですね。ところがモデル9尾の狐、なんと服装自体が変わるんですよ。一気に変わったんで、変身が解けた時に。そう、化けるって感じだよね、9尾はね。そう、これ相当強いんじゃねえのっていう。これ能力も一緒に移るんかな。どうなんですかね。マネマネはほらちょっと宴会芸っぽいとこちょっとあるやん。うん、でもなんかキュービーはその能力まで一緒にできたらすごいな。そうですよね。コピーできたらえぐいっすよね。えぐい。え、だってその瞬間的に能力が2つあるってことっすもんね。そうそうそう、やっぱ。だからゾロをキュービーしました、はい、じゃあ刀とかまでコピーできてんのかな。どうなんだろう。これはびっくりしますけどね。ねえ、もしできたらちょっと強すぎませんか。えぐすぎるよ。えぐすぎますよね、はい、まあでも化けるという観点においては圧倒的に上位互換なんで。なるほど、これ意外にすごい実ですね。ほんまや。はい。で、ラストは、オペオペの実がヌイヌイの実より強い。え、なんか最後、しょぼいな。もしかして、ローとレオ？ローとレオ。しょぼいな、最後。何ですか？え、ヌーだけ？イヌイヌの方、よかったですか？ヌイヌイの方は、ヌーだけじゃないですか、言っても。うん、ペイ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 って塗って。ちょっと種類が違う気がするけど、本当な。いや、種類は違うかもしれません。ヌイヌイでできることは、オペオペでできるんですよ。あー、なるほどね。だってね、ローやったら、はい、くっつけますみたいな。ルーンくっつける。くっつけるってあった？そんな。くっつける。だってね、めっちゃ難しい手術いっぱいされてるじゃないですか。心臓抜き取るとか。心臓抜き取ってもなぜかその人が動かんみたいな特殊な手術できるじゃないですか。シャンブルズしてるけどな。そうそうそう。だから、まあ、あれに比べたらね、シャンブルズもありますし、うん、でくっつけるのも簡単かなっていう、というのは思いましたね。なるほど。はい。という感じでございました。まだありそうじゃない？何がありますかね。え、例えばさ、チユチユの実と、オペオペですか？オペオペでもそうだし、はい、モデルフェニックスのマルコ、再生の力ってどうなんだろう。あー、でもマルコは再生の炎で他の人の傷を若干癒せるじゃないですか。若干で、チューチューは他の人の力を借りてきて、うん、それをペインって返せるじゃないですか、うん、だから違う能力やと思うんですけどね。じゃあヌイヌイとオペオペは全く違う。いや、これは一緒なんですよ。ヌーチューから見て、そうなん、僕が塗ってるとこ見たことないけど、その観点がありなんやったら、カゲカゲの実とソロソロの実やと思うんですよ。あー、あれも別の能力じゃないですか。影を入れるっていう能力と魂を入れるっていう能力なんですけど、でも上位互換だと思うんですよ、ソロソロの方が。だって塩でやられないんで、はいはい、ブルックみたいななんか例外はちょっとびっくりしましたけどあの例外の時は基本的には倒されることないじゃないですか、はいはいはい、だからソロソロで結構影影の上位だとは思うんですけどね。なるほどなるほど、はい、っていうのはありましたね。なるほど、まあ、ただちょっと趣旨とずれるなと思って今回選出はしませんでした。そうだね、はい、なんか悪魔の水感っていうのが作中には登場するわけよ、うん、ちょいちょいワンピースマガジンでも実態がわかるやつはちょっとなんかイラストに載ったやつじゃん、うん、あれたまんない。あれ本当にビブルカードでキャラクター図鑑が出てももちろん嬉しいんだけど、僕は悪魔の水感を早く見たいな。ドキドキしますよね、うん、めちゃくちゃいいでございます。はい、というわけで今日のまとめが良かった人はぜひ高評価教えてください。そうですね、まあ、僕らの上位互換がお願いしますから塾だみたいなものがあるな。そうですね、お願いお願いしますはい、ちょっとでも近づけるように努力してきます。はい何の悪魔の実が好きかコメントで教えてね。みんなが思う上位互換も教えてください。あ、ぜひ知りたいですね。はい、それでは See you bye。そうだね、なんかあとはやっぱガシャガシャのミスタンピードとか、はい、あれもなんかありそうじゃない。あー、キットですか。そうそう、それは僕キットがかわいそうなんで入れなかったですね。ええー、だってキットまだ分かんないじゃないですか。確かに、ね、そう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 、どうしようキットもシンゴジラみたいになったら